お肌に優しいスキンケアが大好きです。肌鎮静のスキンケアといえばシカが有名ですが、最近はビタミンやミネラルを豊富に含むノニが注目されています。この動画ではノニといえばこのメーカーセリマックスさんのアイテムをたっぷり9品ご紹介します。皆さんのお気に入りアイテムが見つかるといいなと思います。うさくま、うさくま。まずはノニバランシングトナー、 9 点で2100円で販売しています。栄養豊富なノニ果実エキス 80% とノニシードオイルを配合したトナーです。ノニの実はビタミン、アミノ酸などお肌に必要なおよそ340種類以上の栄養成分が含まれていて、健康な肌に導いてくれます。薄緑色でベタつかず、これからの季節さっぱり使えるテクスチャーです。コットンにトナーをたっぷり浸してコットンパックをするのがおすすめです。お肌がひんやりして気持ちいいです。続いてノニハイドラファーミングローション、 9 点で2600円で販売しています。こちらはノニ果実エキス 42% とノニシードオイルを配合したローションです。ミネラルやポリフェノールなど栄養成分をたっぷり含んでいます。乳液のようなテクスチャーはとろみがあるもののベタつかず、化粧水の後に使いやすいです。シアバターを配合していてしっとりした保湿力があります。乳液とクリームの間のような使用感で、脂性肌の人というよりも乾燥肌の人におすすめです。ローズマリーのいい香りがします。続いてノニアンプルマスク5枚入り、 9 点で1900円で販売しています。肌に密着してぴったり貼り付いてくれるスキンフィットシートです。美容液はたっぷり 10.5g も入っていました。ノニの栄養をたっぷり詰め込んだ高濃縮アンプルがマスクにひたひたに含まれています。美容液の量が豊富で、乾燥肌でお肌に弾力や栄養を与えたい人におすすめです。美容液がびっくりするくらいひたひたです。実際に顔に貼ってみます。シートに切れ込みも入っています。顎の裏まで貼れますね。穴の開き具合はこんな感じです。シートも顔にぴったり貼り付いてくれます。顔に貼った時にやっぱり美容液の量がすごいなと思いました。10分経ってもシートはしっかりひたひたです。全成分 EWG グリーン等級の製品で、敏感肌でも肌に刺激感もなくてよかったです。続いてシカアンプルマスク5枚入り、 9 点で1500円で販売しています。心地よい使用感のアクアゲルシートです。パックに美容液は 7.5g 含まれていました。ツボクサエキス、ツボクサハエキス、マデカソサイドの3種類の歯科成分を配合しています。三重ヒアルロン酸がお肌の隅々まで水分を補給してくれます。ノニのパックのシートとまた全然違います。シートがプルプルしています。実際に顔に貼ってみます。シートがビニールのように薄いです。こちらも顎の裏までしっかり貼ることができました。プニプニしたゼリー状のシートが気持ちいいです。シートが本当に薄いです。穴の開き具合も綺麗です。どちらのパックも特別な日のケアにいいなと思いました。続いてノニエナジーアンプル、 9 点で 30ml 2600円、 50ml 3600円で販売しています。セリマックスの中でも最も人気で、私自身愛用しているアンプルです。アメリカ産のノニエキスを 71.77% も含有しています。高濃縮アンプルが荒れた肌やトラブルを沈めてくれて、もちもちしてツヤのあるお肌に仕上げてくれます。韓国のドラッグストアオリーブヤングの販売ランキングで1位を取ったこともある大注目の商品です。もっちりしたテクスチャーでしっとりお肌に馴染んでくれます。
お肌がもっちりするのにベタつかないのがすごく気持ちよくて気に入って使っています。使った後の肌がもっちりして気持ちよくてついつい触りたくなります。続いてオイルコントロールカプセルエッセンス、9点で3000円で販売しています。こちらは油分によるテカリを抑えてくれるエッセンスです。皮脂のコントロールをサポートする成分を配合していて、分泌された皮脂を吸着してくれます。よく見るとつぶつぶのセラミド保湿カプセルもたっぷり入っていました。ゼリータイプでしっとりとした柔らかい使用感です。毛穴収縮効果を期待できる月見草の成分などを配合していて、毛穴の広がりを抑えてくれます。肌はベタつかず適度に保湿感を感じられます。メイク前に良さそうなアイテムだなと思いました。続いてノニリペアクリーム、9点で2600円で販売しています。ノニエキス 55% とノニシードオイルを 1% 配合したクリームです。乾燥した肌に保湿と栄養を与えてくれます。ソフトで柔らかいクリームで肌にのせると素早く溶けて滑らかに伸びてくれます。しっとりした柔らかい使用感でスルスルとお肌に伸びやすいです。シワ改善成分であるアデノシンも有効値処方しています。ハーブの香りに癒されます。続いてデュアルバリアウォータリーサンクリーム、9点で2本3200円で販売しています。敏感肌でも使用できる低刺激で紫外線吸収剤フリーの日焼け止めです。5種類のセラミドと特許成分のアクアタイドを配合していて、しっとりと保湿感のあるアイテムです。日焼け止めというより保湿クリームのような使用感だなと思いました。保湿力があってしっとりした仕上がりになります。日焼け止め特有の嫌な香りはなく、ほんのりハーブのような香りがします。続いてロングラスティングトーンアップクリーム、9点で1700円で販売しています。くすんだ肌をトーンアップしてくれるクリームです。ナイアシンアミドを配合していて、コツコツ塗り続けることにより本来の肌を明るくしてくれます。今メイク前によく使っているのですが、肌をナチュラルにトーンアップしてくれるのでベースとして使うのはかなりおすすめです。膝、脇、肘などくすんだボディのトーンアップケアにも使えるというのが面白いなと思いました。顔だけでなく体のケアにも使うことができます。今回のイチオシはノニアンプルです。もともと愛用していて大好きな美容液です。やっぱりこのアンプルは手放せないなと感じました。なくなったらリピ買いしようかなと思っているぐらい気に入っています。1回の使用で劇的に変化があるというアイテムではないのですが、使い続けることでお肌がもっちりしっとりしてくれる感じがします。敏感肌の私が使っても一度もピリピリしたことはないので、お肌がそんなに強くない方も安心して使えるアイテムだなと思います。肌が乾燥気味な人におすすめのアイテムです。サイズが2種類選べるので、気に入った方は大きいサイズを選ぶのもおすすめです。ちなみにセリマックスさんのトナーやアンプルは3月からプラザでも販売しています。気になった方はぜひ手に取ってみてもらえたら嬉しいです。ちなみに今9点でビッグセールを開催中です。なんとショップクーポンを使うと最大 10% 追加で割引されます。ぜひ9点もチェックしてもらえたら嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録お待ちしています。